レディースのオーダーメイドスーツのコーディネートを見ることって本当みんなマジでないと思うんですよ。このスーツの色の鮮やかさを濁らせないようにしています。皆さんこんにちは、勝智美です。今日のビクトリーチャンネルは1週間コーディネートを見ていってもらいたいと思います。私はオーダーメイドスーツの会社を経営しているので、週のうちに月曜日だけ定休日なんですね。で、6日間はもう全部もちろんビクトリースーツを着て働いてるんですよ。なので1週間コーディネートって言っても全部スーツです。で、逆にこれだけレディースのスーツを見る機会って少ないと思うんですよ、皆さん。なんでスーツにはどういうインナーがいいのかなとか、どういうアクセサリーつけたらいいのかなとか、なんかスーツ女子たちのなんか参考になったら嬉しいなって思うのと、スーツのイメージってリクルートスーツのようなグレーとかね、黒とか紺とか、そういうダークカラーのものがすごい多いと思うんですよ。だけど世の中にはすごくカラフルで可愛いスーツの生地が山ほどあるんですね。なんでそういうところもなんか私の着こなしを見てなんか参考にしていただいたりすると嬉しいなと思います。1週間の始まり、柔らかい雰囲気でスタートしたいと思います。今日のポイントはスーツの色がベビーカラーのピンクで、結構可愛らしい女子的な感じのスーツなんですよ。なのでインナーに白とか入れちゃうと、まあ、悪くはないんだけど、ちょっと甘々な感じになってしまうので引き締める黒を入れました。見えるラインがねここだから細見え効果もある。で、私結構ねベルトの色とスーツの色合わせるの好きで、ベルトの色をスーツの色と合わさせてもらっております。そしてジュエリーを女子スーツっていう感じなので、指輪もだけどパールにしています。このスーツめっちゃ優秀で、甘すぎなくてハンサムすぎず、どんな気分にも対応するんですよ。今日のポイントはですね、なんかねスーツの色がすごい綺麗なターコイズブルーだから、濁ってほしくないので、白のコート、白のインナーを着て、ジュエリーとかもクリアめなやつで清涼感出してます。ドラッパーズというイタリアの老舗生地ブランドの生地でお仕立てしています。とっても鮮やかな紫だよ。今日のポイントはですね、スーツがちょっと紫系でかっこいい感じなので、靴もかっこいい雰囲気で甘さゼロで合わせてみました。インナーもそうですけど、裏地がこのペーズリーすごくかっこよくないですね。なのでちょっと今日はかっこいい系のコーディネートです。今日は金曜日なので気合いの赤。このスーツ着てると周りからかっこいいねってめっちゃ言われます。今日の特徴は見て、じゃじゃん、靴、この靴すごいかっこよくないですか。この赤のスーツを着るためだけにちょっと色合わせたいなと思って、後ろから見たらさ、ただの赤い人なんだけど靴の色をスーツに合わせて用意してみました。あとね、ベルトの色もスーツと合わせてます。すごい情熱の赤で、かなりお気に入りのスーツでございます。テンション上がります。今日もかっこいい気分だったので出ました、クロコスーツ。着痩せ効果抜群だから、むくんでる時とかにもめっちゃ最適です。今日のポイントは、スーツの色、スーツの色がダークカラーなので、靴をアクセントカラーにちょっと赤色を入れてみました。あとちょっとね、あのベルトのウエスト位置にもちょっとアクセントを持ってきて、そうすることですごく引き締まります。でボタンの色とかもゴールドなので、ちょっとゴールドを持ってきております。クロコダイルのスーツね、これね、ほんとめっちゃ人気。日曜日、1週間の終わりも明るい色味で女子気分になれるスーツでテンション上げてます。今日のポイントはスーツが、まあ、ピンクとブルーで、まあ、すごいこうなんかこのスーツキキララちゃんって名前つけてるんですけど、色味がベビーカラーで鮮やかなので、インナーとかね結構私比較的暗めのもの持ってくることが多いんですけど、やっぱりこの色を生かしたかったので、くすみがない白系の色で、アクセサリーとかも透明感があるもので、このスーツの色の鮮やかさを濁らせないようにしています。お気に入りです。以上、勝智美のビクトリースーツ1週間コーディネートでした。レディースのオーダーメイドスーツの1週間というか、もう6日間ですけどね、のコーディネートを見ることって本当みんなマジでないと思うんですよ。なんで感想どうだったかなっていうのをすごい聞きたいなって思います。6日間のうちにこのスーツが一番好きだったっていうのがあれば、ぜひコメントいただきたいです。これからも着こなしもしていきたいなと思うので、チャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。